ニューホライズンは、東京書籍が発行する日本の中学校用、英語教科書及び、英和辞典、和英辞典のブランドである。英語教科書は1966年に、第一版を刊行。以後、2000年までは、文部省が2001年からは、文部科学省が実施する、教科用図書検定に対応して、概ね3から4年おきに改訂を実施している。 2016年度の文部科学省統計では、最多区率33.8%と、日本国内で使用される、中学校用の英語教科書を発行している6社中で、第1位となっている。競合する、主な中学校用英語教科書には、海流道出版のサンシャイン、三星堂のニュークラウンがある。ニューホライズンに限らず、 日本の中学校で使用される多くの英語教科書では、1から3学年のシリーズを通じて、登場人物が共通化されたストーリー仕立てのものが多く見られる。ニューホライズンでは、内容の改定に応じて、登場人物が一新されるが、改定後の番で登場する人物が、過去の番に登場した人物の家族や親族、友人という設定が取り入れられている。 平和辞典は1980年初版で2020年発行の第9版が最新版である2016年度から2020年度まで使用された第15版では第14版までの素朴なタッチのイラストで描かれた登場人物のイメージを一新し漫画やアニメに慣れ親しんだ中学生に関心の高いタッチのイラストが採用された特にアメリカが州国ボストン出身で 緑中学校の外国語指導助手として来日しているという設定のエレン・ベイカーがツイッターやピクシーフを通じて教科書を使用する年齢層より上の世代から人気を博している。エレンの教え子として登場する伊藤光本は第十三番に登場していた伊藤恵美の弟にあたり緑中学校に留学しているカナダ人のアレックス・グリーンは第十三番で 若葉中学校の ALT として登場していたアングリーンの親戚にあたる。また、第14番で緑中学校の ALT として登場していたメアリー・ブラウンはコース2で安藤先がホームステイでボストンを訪れた際のホストとして登場している。以下の関連書籍が存在する。いずれも過去にニューホライズンで英語を学習した 高校生以上の読者を対象としており、文部科学省の検定教科書ではないため、参考書とされる。未来系、ニューホライズンでもう一度英語をやってみるは、東京書籍から2011年に大人向け次世代型教科書をキャッチコピーとして刊行された。過去の版で登場した池田健、岡田由美ルーシー・スミスの3人をめぐる三角関係を題材にしている。また、 書籍と連動した iOS 用のアプリをバンダイナムコゲームスが開発しており、ページ内の AR アイコンを撮影すると AR 機能で登場人物の英語による会話やアニメーションが再生される。本書の差し絵を担当したイラストレーターの電柱棒は5年後の平成28年度版ニューホライズン第15版でも差し絵に起用された。第15版の刊行後に 本書も再び注目されて、品薄となったため、同年4月11日付で増刷が発表されている。ダークホライズン大人になったら使うかもしれない。基礎英語は、2014年にトランスワールドジャパンから、刊行された。ニューホライズン第13版の10年後という設定で、若葉中学校の ALT だった、アングリーンが鬱病を発症して、自殺未遂の後に、 元シエゴの伊藤恵美やジュディ・ブラウンを脅して自分が経営するクラブでホステスとして働かせたり、マイク・デイビスはホームレスとなっているというダークな未来を舞台にしている。掲載されている会話文もスラングが中心である。東京書籍の教科書シリーズニューホライズンイングリッシュコース1から3は2008年4月24日にパオンから発売された Nintendo DS 用ソフトである。 2006年から2011年度のニューホライズンの学年別3冊に準拠した全3タイトルで構成されている。2012年3月22日には第14版への改訂に合わせて例題を更新した審判が発売されている。パロディとしてキャラクターを艦隊コレクション艦これからの艦娘に置き換えた同人誌が発行された。 この同認誌を発行した有吉によると発行するにあたって教科書著作権協会及び東京書籍から正式な許諾を取っているこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます未来系ニューホライズンでもう一度英語をやってみるに関するカテゴリーダークホライズン大人になったら使うかもしれない基礎英語に関するカテゴリー東京書籍の教科書 シリーズニューホライズンイングリッシュコースに関するカテゴリー。ありがとうございます。